国軍、すでにここまで手が回っていたのか。お前たち、琥珀とイネスに何をした？ガネットさん、いらぬ被害を出さないよう、ご一同には外れてもらったんでやすが、失敗でやした。シング、イネスが、イネスが。ガネット、てめえ軍の手先だったのか。こうなっちゃ仕方ありやせん。帝国軍国務相馬招待、障害を武力排除せよ。了解。特務相馬招待、帝国軍の相馬使いか。だが相馬使いも一体ならば。イネス。紹介しよう。帝国軍特務部隊ジオストリーガウ隊、そしてイネス・ローレンツ少佐だ。帝国軍の少佐？じゃあイネス、もしかしてずっと僕たちを騙してたの？そういうことになるわね。琥珀のスピリアに眠る力を確認し、我が隊が独占すべく誘導する。それが私の任務だったの。嘘だ、イネス、そんな話嘘なんだろ？いいえ、シング、私は軍の人間、悪いようにはしないわ。おとなしく降伏しなさい。てめえら、琥珀のリチアの力を手に入れてどうするつもりだ？粛清と再生を行うぞ。諸君らも教会と軍の醜い争いを見ただろ。あの愚かな姿が今の世界そのものだ。権力者も民衆も平和になれ、怠惰と身勝手な個人主義が横行し、自らのスピリアをただ汚すばかり。ゼロムによってこの腐った帝国を破壊し、気高きスピリアに満ちた新世界を築き上げる。この帝国軍特務部隊司令アイザック・シルバの手でな。礼を言うよ、シング君。君たちがかき回してくれたおかげで、軍と教会の力を効率的に削ぐことができ、今リチアの力を手に入れて決起すれば、我が部隊だけで一気に帝国を打倒できるだろう。いつの時代も似たような妄言を吐く輩がいるものだ。それとも貴様が奴なのか。黙れ。うわぁ、クンツァイ、とっくに錆び朽ちたと思った。まだ稼働していたとはな。インカローズか。理解したぞ。全て貴様が糸を引いていたのだな。インカローズ、お前もこいつらの仲間だったのか。くはっ、うっ、やめて。私はあなたたちと一緒に行くから、これ以上みんなを傷つけないで。なるほど、この小僧を人質に取れば素直に我らに従うようだな。だが障害は極力排除すべき。ストリーガウ、器以外は全員殺せ。了解。ローレンツ少佐、裏切る気か。ストリーガウ、越権行為、命令を下すのはシルバ大佐、インカローズではないはず。シング君、私は君たちの能力を高く評価している。どうだ、我々に協力しないか。リチアの本体が目覚めれば、琥珀さんは必ず解放すると約束しよう。断る。ゼロムを利用しようとする奴に協力なんてできるもんか。それにインカローズはじいちゃんの仇だ。そう、とても残念だ。なら相馬使い相手にあれの実戦テストを行ういい機会。憑依兵起動。やれ。厄介
した特務部隊を一周とはさすがだな。これでも帝国軍の最精鋭なのだがね。スピルン反応。この人がてめえが琥珀のスピルンを持ってやがったのか。俺のことかな。それは琥珀のものだ。返しやがれ。そうはいかない。これはゼロムの謎を解き明かすため我々には必要なもの。ローレンツ少佐、彼らに協力の意思はないよ。完全排除せよ。待ってください大佐。イネス、命令の復唱はどうした。了解しました。彼らを完全排除します。冗談だよねイネス。こんなの俺信じないよ。ごめんなさい、これが現実なの。ぐわっ。シング、そんなスピリアのこもらない相馬じゃ誰一人守れはしないわよ。誰一人ね。イネス、リチア様を害する者は何者であろうと倒す。メテオライト、現実を見ろ。彼女は敵なんだ。バカ、あんたらの方こそ現実を見なよ。みんなボロボロじゃないか。早く逃げないとみんな殺されちゃうよ。いい判断ね、ベリル大佐。私は彼らを追撃します。召喚も追います。構わん、イネスに任せろ。士官学校以来彼女が私の期待を裏切ったことは一度もないのだからな。我々は出航する。目的地は軍駐屯地リグナトル、そして眠り姫の待つ茨の森へ。やつらの始末見届けねばならん。じゃあここまで飛ばすのが精一杯か。逃がさないわよ。せめて私の手で引導を渡してあげる。みんな相馬を構えなさい。イネスを倒すしかねえのか。そんなのダメだ。なんとかみんなで取り押さえるんだ。警告、殺害を前提とした全力戦闘でなければイネスを行動不能にさせることは不可能。本気でかかっても今のイネスに勝てるなんて思えないよ。どうやらベリルが一番状況を理解してるみたい。ねえ、イネスもあいつらと同じなの。本当に粛清と再生なんてことが望みで俺たちを騙したの。世界なんて知らないわ。でもあの人の再生を私は願ってる。
そのためには琥珀の力が必要なのよ。あの人、ガネットさん、いや、シルバ大佐のことか。そうよ、あなたが琥珀を助けたいように私もあの人を救いたい。大切なものを全て帝国に奪われた大佐の目的は帝国への復讐。あの人のスピリアを癒すために私は全てをかけてあの人の願いを叶えるのよ。何も知らない子供が、あの人のために倒れてもらう。敵に回すと厄介だな。クソ、こんなのって。イネス、おめえはおっさんだって成長するんだぜ。本気の私が叶わないなんて、みんなやるわね。自分に嘘をついちゃダメだよイネス。さっきイネスは俺のソーマにスピリアがこもってないって言ったけどさ、今のイネスのソーマにもスピリアはちっともこもってなかったよ。本当はこんなことしたくないんだろ。みんな軍の追っ手がかかる前に逃げなさい。私がいる限り
決して琥珀を悪いようにはさせないわ。大佐には私があなたたちを全滅させたと報告しておくから。自分に嘘をついちゃダメだって。イネス、イネスは言ったよね。俺が琥珀を助けたいように、イネスもあの人をシルバ大佐を救いたいって。そのイネスの本当の思いを、イネスのスピリアをシルバ大佐に届けに行こう。そうすればきっとなんとかなるよ。さ、届けられるかしら、私の思いをあの人に。大丈夫さ、運びは日々名実に。届けられないものなんかないって。これはシングの思いが伝わってきてるの。ソーマにこんな力があったなんて。俺にもイネスの思いが伝わってくるよ。シルバ大佐と俺たちの間に挟まれて苦しんでた優しい思いがさ。シング、やはり裏切ったか。人間の女のスピリアなど弱いものだな。お前はじいちゃんの仇。お前はまだ殺すわけにはいかんのでな。お前の思いとやらが本物というのなら、あの器の娘、我らから取り戻してみてはどうか。そこの裏切り者を連れて出向いてくれるなら、こちらも好都合だ。待っているぞ。待て、イカローズ。くそ。ねえシング、みんな本当にいいの？私が一緒でも。俺、じいちゃんに言われてるからね。胸の大きな美人が困ってたら死んでも助けろってさ。無理やりにでも連れていく。イネスの戦闘力と戦略的思考力はリチア様の奪回に不可欠だ。胸の大きな美人が困ってたら死んでも助けろにゃ。まあ俺も大賛成だな。私は皆が良ければそれでいい。しっかし、特務部隊司令宛てにイネスの思いを届けるなんて運び屋としては大仕事だよな。俺の相馬の代金くらいはチャラにしてもらわないとよ。あ、翡翠だけずるい。手伝うから僕の相馬の権利も返してよね、イネス。相馬の権利を返したら私本当に無一文ね。だけどありがとう、みんな。さあ、琥珀と琥珀のスピルーンを取り戻すためガンドコ行こう。ソーマが琥珀のスピリアを感じさせてくれてる。琥珀は今海を南に向かってるみたいだ。この力ね、私もシングのソーマを通して琥珀を感じる。琥珀が連行されるのは以前潜入したことのある帝国軍の駐屯地リグナトルよ。でも特務部隊の手によって完全に封鎖され限界態勢が敷かれているはず。潜入する策はあるのか。ヘンゼラへ行ってチェン・ターレンを訪ねましょう。チェン？なんであんな奴に会いに行くのさ。チェン・ターレンは特務部隊に物資を下ろしている御用商人なのよ。もちろん闇ルートのね。彼と交渉すれば大佐に知られることなくリグナトルに潜入できるかもしれない。わかった、イネスに任せるよ。お、船が入ってきたみてえだな。ヘンゼラまで乗せてもらえないか、あの船で聞いてみようよ。今回も無事いい航海だった。アネクジラ様のご加護だね。あ、前に俺たちを乗せてくれた船長さん。おや、相馬使いの坊主じゃないか。こんな港で何してんだい。この船はチェン商会の船ね。ヘンゼラにはいつ戻るの。ああ、ここで荷を下ろしたらすぐ帰るよ。じゃあこの船に乗せてもらってヘンゼラへ向かいましょう。琥珀のためには仕方ねえけど、またこの船長の船に乗るのか。